ジガルデとかエイゼットフラエッテに話題を取られがちだけれど、ジガルデとかエイゼットフラエッテに話題を取られがちだけれどなんかカロスになぜかいたこの人にもスポット当たりそうじゃない？来るか、メガミュウツー Z。メガリザードン Z も来たそう。そういえばなんでいたんだろうなミュウツー。そういやいたな。そういえばなんであんなところで専用 BGM 引き下げてこもっていたんだお前。なぜがこもっていて笑われたミュウツーさん。アルセウスみたいにミュウツーフォンとか作ってたりするポジになるのかな。ミュウツーがいるロケット団がすでに活動してるってことになるからな。ゲーム中にそんな設定あったけ？ピカブイで富士老人が元ロケット団って判明した。それだけだと富士老人がミュウツー関係やらかしてからロケット団に入った可能性もなくない？ RR 団で榊の切り札がミュウツーだしな。なんでいたんだろうな君。何かポケモンの村みたいなところにいたよな。こいつがいたのは初代意識でしかないだろうし。もちろんレジェンズでもられる可能性もあるけど。あとなんでメガまでつけてくるんだ。ポケモンの笛とかもあるから富士老人と因縁ありそうだとか。来るか若い富士博士。ミュウツー関係のイベがあるなら過去編なら富士博士、未来編なら富士老人の引きみたいな感じで関わってきそう。確かミュウがいたとされるギアナってフランス領なんだよな。最果ての孤島が FLRG だと地図に表示されてない理由ってもしかしてその島がカロス近辺にあったからっていう理由だったら怖い。レジェンズ関東が出せる要素がないから Z でミュウツー要素を一つまみ。アルセウスの時代の同時期だとしたら君まだ生まれてないんじゃ。でも未来説ならいるかもしれないのか。メガ進化売りにするならミュウツーは欠かせないだろうし出番は絶対あるだろうけどどう出てくる。XY の BGM めっちゃ良かったからまた聞きたい。サントリも徘徊してたなそういや。あいつらは新王でも徘徊してたし。主人公が捕まえた後にトロパも捕まえたって言ってくるから少なくともカロスには2体のミュウツーがいるんだよな。これ地味にヤバくない。ポケモンの村とかヨシオンタワーのロケット団とからからに並ぶレベルでプラズマ団の活動に正当性を与えている村。せっかくだし後付けでも何でもいいから理由付け欲しいよね。ミュウツーくんがカロスに遊びに来てたり、ジガルデくんがアローラに遊びに来てたり、意外と伝説ポケモンはコロコロ他の地方遊びに行くのかもしれない。パルデアでも遊んでるやつ多いしな。まあ伝説って人間が勝手に行ってるだけだからね。土地を守ってる格たちならまだしもミュウツーとかは案外フットワーク軽くいろんな地方に行ってるんじゃない？ジガルデ以外にも面白そうな謎が出てきてますます楽しみになってきたな。しかもミュウツーっていうポケモンの顔の一つが関わるわけだし。そういえばウルトラホールとかダイアドみたいなお祭り要素とか特定のポケモン持ってると解放みたいなアンロック要素以外だと過去作の近伝型の地方にもいるのってこのミュウツーしかいないんだっけ。ハートゴールドソウルシルバーでグラカイが出てくるしこっちもこっちで方園からの移民が建てたっていう遺跡にいるからこっちもレジェンズネタにできないことはなさそう。アローラのジガルデ。まあエンドケイブと州の洞窟ほぼ同じ形してるけど。レジアルが4世代順伝幻盛り盛りだった分次世代順伝のいない XY レジェンズがどうするかだよな。幻は多いけどディアンシーボルケニオンマギアナフーパ全員出演はなさそう、と思ったけどレジアルも原産体出現するんだっけ。アルセウスは論外としてダークライもシェイミも出てきたから他の配布幻も出てくる可能性が濃厚だと思う。あとマギアナはエイゼットとフラエッテとの関係性も示唆されてるし。そもそもの第6世代の新規ポケモンがアルセウスで全部出した第4世代のポケモンより少ないしな。最低でも第6世代の幻はみんな来たそう。ポケモンの笛といい関東絡みの何かはあるよな。ぶっちゃけ臭いは関東御三家カビゴンサントリと初代リスペクト要素多かったしミュウツーも初代の伝説だから出しただけだと思う。ただ良い感じの後付けをしてくれると期待してる。メタ抜きで考えると XY はロケット団から脱走したミュウツーが花田の洞窟に行かずにカロスに行った世界線なんじゃないか。昔のカロスにいたらさすがに設定と矛盾する。トロパも捕まえてるからミュウツーは複数個体いる。花田以外にもミュウツーがいてもおかしくはない。XY のミュウツーは影が薄く明石や PV で月光河と戦ったシーンをスマブラネタだと勘違いする人が続出したほどです。XY の謎初代リスペクトといえば地形が時はの森そのままな白弾の森。そういえばミュウツーのところまでシナリオ進めてないな。進めるか。ミュウは見つかったのがギアナってだけでどこにでも渡り歩いてるイメージ。ミュウツーというか初代は XY で十分シャシャリ出たんだからレジェンズでくらいおとなしくしててくれ。ミュウツーはピカチュウリザードンと並ぶポケモンの顔だぞ。擦れる要素があるならすり倒してくるのがゲーフリ。そういや GOTCHA でも XY 枠はミュウツー戦だったな。改めて見るとトロバが当然のようにミュウツー捕まえてるのくさ。何気にガッチャでもミュウツーのシーンが書かれてたしな。ミュウツーじゃなくてミュウがいてメガミュウ解禁とかなら辻褄は合う。